それでは宇都宮哲也投手コーチにお話。そうなんですよ、桜なんです、河津桜なんですけど、はい、お話を伺いたいと思います、はい。さあ、もう第3クールも最終日ということになりましたが、投手陣の仕上がりというのはどういうふうに映ってますか？いや、もう初日からずっといいですね、うん。ここ3クール目も暖かくなってきて、どんどん上がっている感じがします。なるほど、はい。その中でも本当に投手陣というのが新しい投手たちも非常に多いと思いますけれども、そういった部分の、まあ、投手陣の一体感といいますか、そういうのはいかがですか？はい、1回目の休み前にみんなで投資会したみたいで、そのぐらいから、まあ、和気あいあいと楽しそうにやってるんで、はい、いい感じだと思います。いい、はい。その中でも一人一人個人で見ていくと、まあ、このキャンプからすごく良くなってるって宇都宮コーチから見て、気になる投手と、まあ、たくさんいると思いますが。そうですね、はい。まあ、いい選手はいっぱいいるんですけど、ちょっと遅れてるなっていう選手とかの方が気になるかもしれないですね。遅れてるって、もし遅れてるのか遅れてないかちょっとわからないんですけど、まあ、戸郷なんかはピッチング軽めにやってる感じで、杉さんに聞いたらいつ毎年こんな感じだよっていうふうに言ってたんで、はい、まあ、心配してないですけど、はい。そうなってくると、これから、まあ、沖縄に移動してというと実戦というのになりますけれども、どういったところ投手陣というのを期待も込めて見ていきますか？いや、もう結果ですね。この半月やってきたこと、まあ、オフからずっとやってきたことをしっかり対バッターに対してそれが出せるのかどうかっていうのが一番重要になってくると思うんで、まあ、サバイバルなんで、まあ、結果残した選手がやっぱ一軍に残ってくると思いますし、まあ、本人たちもそれは分かってると思うんで、我々はその、まあ、球もそうですけど結果っていうのは重要に見ていきたいと思ってます。はい、宇都宮コーチとして6年ぶりにジャイアンツのユニフォームを着て戻られたというのがありますから、この宮崎の景色を含めいかがですか？はい、僕がいた頃よりお客さんも多いですし選手たちも本当に刺激になっていると思います。はい、僕もそうですね、久しぶりに帰ってきて気持ちよく野球ができているかなと思います。ということで実践が本当に楽しみになります。応援してます。はい。